今回は夏の定番野菜の枝豆作りの様子です。夏に食べるおつまみといえばやっぱり枝豆ですよね。茹でても炒めても美味しいし大好きです。今回はプランターで育てていきたいと思います。育てるのが初めてなのでいつも通り簡単に説明をしてから見ていこうと思います。マメ科の枝豆ですが、言わずと知れた大豆に成熟させる前の青いうちに収穫したもので、7月から9月頃に食べる早生極早生の品種が枝豆というそうです。今回購入した種は種まき時期としては2回あって、4月上旬から5月上旬の春にまくものと、7月から8月の夏頃にまくものがありました。発芽適温として25度から30度となっていますが、種まき時期に合っていれば夜の温度が15度以下を下回るような気温でない限り大丈夫だと思います。各品種には相番性があって、一番早いものを極早生と呼んで、次に早生、中手、奥手と続いていきます。プランターでの栽培ですが、プランターは深さ25センチの標準的なもので、用土は一般的な培養土でいいようです。種まきですが、点まきで1箇所に3粒から5粒程度を5箇所、土に水をたっぷり含ませた状態で種をまくか、一晩種に水を含ませてからまくと発芽しやすいようです。種まき後は鳥が食べに来るのでネットなどで防いだ方がいいでしょう。本葉が出たら成長の良い苗を2本残して、不要な苗はハサミで切ってしまいます。種まき後50から60日後で花が咲くようですが、害虫が卵を産みにやってくるようなので、これもまたネットで防いでおくといいと思います。調べてみると、枝豆には収穫量をアップさせるための方法がいくつかあるそうで、1つ目の摘心ですが、本葉が5枚ほどまで成長した頃に先端部分の成長点を手でつまんで上部の成長を止めることで側枝の成長を促して収穫量が増えるというものだそうです。次に土中緑化ですが、用土に種をまいて覆土して、根の出た頃に覆土を取って1日太陽光に当てることで種子が緑化して根が増えることで収穫量が増えるというものだそうです。最後に断根と摘心ですが、これは育苗中に行うようなのですが、種まき後子葉が出て初生葉が伸びた頃、根を切って初生葉を切り土に刺して育てることで収穫量がアップするそうです。それでは実際の作業を見ていきましょう。